リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。ということで今日もフィギュリンちゃん、まあ置いてるだけになっちゃいましたけどね、フィギュリンちゃんと私でお送りいたします。前回はね、こちら付属のカードの方の音声を確認していった状態なんですけれども、結構音声が変わってて、変身系の、ライダーの音は平成一期に関しては長くなってました。はい、っていうところだったり、少し改変されてる部分があったなっていう状態です。で、今回は、以前発売された CSM 版に、ついてきたカードを、軽く入れてみて、どれぐらい音声の違いがあるのかっていうところを聞いていこうかなと思います。全部やるとすごい時間になるかもしれないので、まあ状況を見てやっていこうかなと思います。はい、じゃあまずこのディケイドの何もないブランクのカードがあるんですけれども、こちらからで、こちらに入れると、はい、こんな感じで、これは普通のエラー音が鳴ります。はい、ではこれではどうかな。あ、エラー音は同じですね。ではディケイドスラッシュですね、ちなみに前のカードの方でやると、アタックライドスラッシュってなりますね。こっちではアタックライド、あ、これはデラックスの音声に戻ってるパターンですね。おそらくこちらブラスト、なんかね、音を新録してるからちょっと違うね。ブラストってみたいな感じで言ってたはずなのに。アタックライド、ディケイド、やっぱりディケイドってなりますね。おそらくどのアタックライドを指してもそうなると思います。こっちはね、新録してるからね、劇中とちょっと音声が違います。イリュージョン、アタックライド、うん、ですね。では、気になるところで行くと、パワーアップフォームが鳴るのかどうかですね。ちなみにこれで鳴らすと、なりますね。いきます。仮面ライド、コンプリートフォーム、めっちゃ長いじゃん。しかもこっちはディケイドコンプリートだったのに、こっちはディケイドコンプリートフォーム言ってますね。もう一回鳴らしましょう。コンプリートフォーム、返信音は長いんで一回割愛します。すげえじゃん、全然個別音声入ってんじゃん。じゃあ次はクーガのブランクのカード、多分これもあれだろうね。うん、ちょっと期待してるのか、フォームライド系のカードですね。なるのかどうか気になります。クーガドラゴンフォーム、フォームライド、クーガ、うん、ドラゴンとはならないんだね。こっちだとクーガドラゴン、個別音声だけはなるんですけど、変身音まではならないんですね。クーガドラゴンとか指してもね、フォームチェンジ音声みたいなのね。やっぱりそうなるのね。ってことは
これはなるのかな。行ってみましょう。クーガアルティメット、仮面ライド、クーガアルティメット4。すげえ、ワンフォ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 ンってなるんですね。かっこいい。じゃあこちらは、仮面ライド、クーガアルティメット。うん、なんかでもこっちよりこっちの方が音声が、仮面ライド、クーガアルティメット。かっこいいっすね。やばいぞ、めちゃめちゃかっこいいぞ。ではライジングアルティメット、仮面ライド、これはクーが同じなんですね。仮面ライド、クーがライジングアルティメット。こっちはライジングアルティメット入ってるけど、こっちはライジングアルティメットは入っていないんですね。っていうことはこの原理でいくと、こちらのアタックホームライドか、アギトでしょだよね。でもシャイニングフォームとか最強系のフォームは入ってるってことでいいよね。仮面ライド、アギト、シャイニングフォーム。あのバキバキバキって割れる音入ってる、かっこいい。仮面ライド、アギト、シャイニング。この辺は同じかな。こっちの方が音がちょっとこもってるかなって感じがするくらいで。っていうことは、やっぱりあれだよね、これとか入ってないよね。アボベントとか言わないよね。だよね。やっぱりね、アタックライドでしょ。アタックライド、アドベント。このアドベントの言い方もちょっと微妙なんで、アドベントってやっぱりならないか。でもこれはなるんでしょ。じゃあこれまず先 CSM から、仮面ライド、リュウキサバイブ、リュウキサバイブ、仮面ライド、リュウキサバイブ、サバイブ。音増えとるやんけ。こっち全然入ってなかったのにさ、サバイブって入ってるよ。やば、なにこれ。きっとこれも入ってないよね。オートパーツィだよね。オートパーツィ、オートパーツィ。でもオートバージョンとかは入っていないけれども、これは入ってるんですよね。ファイブ、ランダーフォーム、アウェイクニュー、アウェイクニュー。だからよく考えたらこれあれなんですね、あのディエンドライバーについてくるんですよね。その前に音聞いちゃうっていう。仮面ライド、ファイブ、ランダーフォーム。こっちは基本変身音だけなんですね。あの言ってる言葉はこっちじゃ入らないんですね。あのなのでアウェクニューとかこれだとなるっていう。そうネオディエンドライバーもね予約はしたので、到着が楽しみです。ってことはブレイドもきっとこのメタルとかマッハとかはならないよね。ブレイドだよね。うん、だと思った。
マッハーだけ言うと仮面ライダーマッハーみたい。仮面ライダーマッハー、いい絵だったでしょみたいなね。え、キングフォームとか超 これで鳴らす前にこっちで絶対音違うもん。ほらやっぱりセリフ入ってるよ。セリフ入ってるのでかいって。エボリューションキングって入ってるね。やばい、かっこいい。じゃあ次が響きなんですけど、これね、音劇ブーレカー。でもね、言い方違うんだよね。劇中はね、音劇ボーレッカーっていう言い方なんだけどね、音劇ボーレッカーになってるよね。アタックライド響き、響きですよね。でもアームド響きは鳴るんだよね。じゃあこれも響きアームド。仮面ライドアームド響き。言い方が変わってる。アームド響きだから、もともとね、これがあのちゃんとアームド響きになってる。かっこいい。で、クーガじゃないや、次カブトか。カブトもクロックアップと入ってるけど、クロックアップは鳴らないと思うんで、普通にハイパーを。仮面ライドカブトハイパー、カブトハイパー、カブトカブトハイパーフォームって言うんだろうね。カブトハイパーフォーム、すげえ、チェンジ、ハイパービートルまで入ってる。で、次が電王なんですけども、電王もおそらくフォームチェンジ系は音が入ってないと思うので、ちょっと期待の意味を込めて俺三条とかが言うかどうかだけやってみよう。電王、そうよね、アタックライド俺三条。これはなるんだよね、こっちはね。俺三条とか、あの、僕に釣られてみるとか、答えは聞いてないとか。アタックライド、答えは聞いてない。俺たち何か質問されたかっていうあの時のやつね。で、これライナーなるのかな？超クライマックスフォームと、ライナーがあるんですけど、まず超クライマックスフォームからいこうか。仮面ライダー NO 超クライマックス、はい、こんな感じね。仮面ライダー NO、これは電王の音声になるから、クーガとかあの電王とかのあのレベルアップ版の方の音声は鳴らないみたいですね。あのライジングとか超クライマックスとか。仮面ライダー電王ライダーフォー、ほう、こっちは同じっぽいですね、ライナーは。じゃあ牙もおそらくあれだから、牙もエンペラーフォームですね。じゃあまずエンペラーフォームをこっち。仮面
はいはい。タツロットの音声とか入ってるんですよね。あ、特にそれは入ってないですか。なんかタツロットの声とか入ってたらいいなっていう感じでした。では1号2号 V3 ライダーマンあたりは鳴るんでしょうか。仮面ライダー1号。あ、でも汎用音声ですね。あのでも仮面ライダー1号。こっちだと汎用じゃないんですよね。あの個別音声がちゃんと鳴るんですよね。あのなので分かりやすいところだとアマゾンとかかな。アマゾン。でもこっちだとアマゾン汎用のギューンっていうやつですね。でアマゾンはね、あの劇中に登場したんでファイナルアタックライドなんですか。ファイナルアタック。変わんないっすね。そう、他の音声で行くと RX とかもこっちだと。そう、あのチョロリーンってなるんだけど、こっちは。汎用のやつですね。まあ、名乗りは入ってるんですね。ちょっとシンとか入れてみたいですね。音は入ってるんですね。シーンって音は入ってるけど、個別音声が入ってるわけではないと。じゃあ次これ。入ってるよね。入ってるんだね。入ってるんだわ。もうそろそろカードがね、CSM 版は終わりそうです。まあ、ギガーンとはなるけど、こっちは？なるほどね。作品名に統一されていると。スカルってなるのかな？おお、なる！スカルはなるんだ。じゃあね、変身音がね。CSM 版は流れるんですけど、ってことはこれサイドバッシャー入れるとファイスってなるのかな。ファイス。こっちだとサイドバッシャーってなるんだよね。じゃああとほんと4枚ぐらいかな。じゃあこれはどうかな。ファイナルフォームライト。なるんだね。この言い方がまた違うね。ダダダダブルとか、この語尾の感じが違うね。じゃあ次これ、多分ファイナルアタックライトかな。ファイナルアタックライト。ディ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 エンド。ちょっとイントネーションが違うね。では最後に怪人ライドが鳴るのかどうかだけ指してみよう。イーグルアンデッド鳴らない。はい、怪人ライドは鳴らないっていうことですね。はい、ということで、これで全部
汎用音声以外のだと思われるやつはやりました。汎用音声じゃないやつはやりました。はい、これやってみてなんですけれども、面白いっすね。両方の音声がまさか鳴るなんて思ってなかったので、すごいびっくりしています。はい、ということで今回は、こちらですね。ちょっとなんか分かりやすいように並べたい、並べたいけど並べられない、下手くその極み、下手くその極み。はい、こんな感じでいいかな。はい、ということで今回はネオディケイドライバーに CSM1 のカードを挿してみたらどんな音声が鳴るのかという検証でした。はい、次回はガンバライドのカードをいくつか出してみて、試しに音をね鳴らしてみてどんな感じになるのか見ていきたいと思います。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということでリントでした。イエーイ。